列車運営プロデューサーのしめさばです。明日、6月3日メンテナンス後から始まるアップデート内容を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。はい、明日のアップデートからは、ナラティブダンジョンキャットドッグ&デビルが始まります。名前のまんま猫と犬のお話です。とある動物保護施設で起きる大事件といったような感じになってますね。早速新チャイルドを見ていきましょう。まずは、犬から生まれたチャイルドのラッシーです。ポピーがいい飼い主に出会えて本当に良かった。これからは幸せになるんだよポピー。ここから先へは通しませんよ。はい、犬というと、まあ人懐っこくて仲間思いで、まあ、散歩が好きみたいな印象が私はあるんですけど、まあ、この子もそんな感じですね。ラッシーっていうと犬の種類としてはコリーとかね、あのシェルティとかみたいな印象があると思うんですけど、まあ、契約者はゴールデンレトリバーです。はい、で、スキルはこちらです。光属性の攻撃型です。ノーマルには PVP 限定なんですけど、自身に確率で集中を付与できます。集中っていうとね、あのかなり強力なスキルとして知られてると思うんですけど、まあ、PVP 限定ということで、デビルランブルとかエンドレスデールで使う感じになりますね。後で説明するんですけど、明日から開催されるデュエルアンガルドでも、この効果は発動します。スライドでは魔力ダメージで敵に対して大きくダメージを与えつつ、 PVP ではバフ爆発でさらにダメージを与えられます。魔力ダメージっていうのはクリティカルの場合と弱点属性に攻撃した場合にダメージが増えるんで、さっきの集中とも相性がいい感じですね。あとリーダーバフでも PVP 限定でドライブゲージチャージ量増加があるので、まあ、フィーバータイムの先制とかも狙えるかもしれませんね。はい、ラッシーのスキルはこんな感じなんですけども、犬がいれば猫もいるということで、猫から生まれたチャイルドがこちらケットシーです。私だって油断してるからこうなるんだよ。ご主人、今度は人間界で、魔界で一番高い山でお散歩しよう。はい、表情といいポーズといいね、巷で言うメスガキみたいな雰囲気ですけど、まあ、実際の性格はっていうと、猫らしく自由奔放で好奇心旺盛なクソガキっていう感じですね。まあ巷で言うその分からせたり分からされたりする感じとはちょっと違う性格なので、まあ、そこは紳士の方々にはあらかじめご了承いただきつつ楽しみにしていただければと思います。スキルはこちらです。火属性の妨害型ですね。ざっくり言うと敵の補助型を牽制することに特化したようなチャイルドになってます。スライドとドライブでは補助型を優先して確率で沈黙を付与できます。スライドには、さらに追加で PVP 限定なんですけど、スキルクールタイム増加も付与できるので、まあ、かなり行動を制限させることができそうですね。ノーマルにはデバフ持続時間増加もあるので、まあ、ザ・妨害っていう感じで、まあ、この生意気な顔に似合ったスキル構成になってると思います。ノーマルとスライドとドライブ全部が、補助型を優先してターゲットするっていうのがかなりわかりやすい感じになってますね。そして、今回追加されるソウルカルタはこちらです。新人歓迎会で、これはバリの契約者の鈴木凛子ちゃんですね。ダイアリーシリーズでは、東京ロマンスっていうサークルの会長をしてます。性能としては、PVP 向けの内容になってますね。召喚とショップで獲得できます。そして、今回のアップデートからエンドレスデュエルの中にイベントリーグのデュエルアンガルドというのが登場します。このデュエルアンガルドっていうのは、通常のリーグとは別の日程で開催される期間限定のリーグになります。15対15で PVP、つまり対人戦をするっていうのは変わらないんですけども、アンガルド専用のルールがあるので、こちらを、基本的な部分2つだけ先にご紹介したいと思います。
まず、通常のデュエルは1回ごとにトークンを使用してバトルすると思うんですけども、アンガルドではトークンっていうのがそもそもありません。通常のデュエルみたいに、マッチングしてバトルを繰り返していくっていうのは変わらないんですけども、12回勝つか、12回勝利するか、3回負けるかを1セットにして、バウトと呼びます。これは、連勝とか連敗じゃなくて、累積ですね。累積で、12回勝つか、3回負けるかが1セットになりますね。で、この1回のバウトの中で、まあ、どれだけ勝てるかというか、どこまでいけるかに挑戦するのが基本的な遊び方です。で、1回バウトした後、もう1回挑戦するためには、バウト再挑戦権っていうのが必要です。これは、1日1回朝4時の時点で、1枚も持っていない場合に1枚補充されます。バウトっていうのは、終了するたびに報酬がもらえるので、まあ、とにかく、まあ、再挑戦権持ってる分は毎日全部使い切ってプレイした方がお得みたいな感じになってます。そして、もう一つ重要なのがチームの編成条件と戦場バフですね。アンガルドでは、シーズンによってチームに編成条件とかが設定されていて、使用禁止チャイルドとかタイプが指定されている場合があります。すべての魔王候補生が同じ条件で挑戦することになるので、これを踏まえて編成を考える必要があります。そして、戦場バフも敵と味方両方に発生する効果で、特定のスキルに影響を及ぼしたりとか、まあ、効果はいろいろあるんですけども、内容が開催ごとに変わる予定です。こういった、特殊な条件があるので、これを考慮して、普段と違ったバトルを楽しんでいただければと思います。あともう一個ですね、マッチングした後に敵の編成を見てから自分の編成を変えられるようになっていて、これも通常のデュエルと大きな違いの一つですね。もちろんオートでサクサクプレイできるようにはなってるんですけども、まあ、12勝0敗っていうか、まあ、完勝みたいな感じで目指すんだったら、マッチングごとにチームを都度調整したりするのも必要になってくるかもしれませんね。今回はプレシーズンっていうことで、明日のメンテナンス後にもう少し遊び方とか報酬について細かい告知も出しますし、まあそちらを確認していただきつつ、練習試合みたいな感覚でプレイいただければと思ってます。シーズン1から、まあ、つまりプレシーズンが終わった次のシーズンからは、使用禁止チャイルドとか戦場バフとかをあらかじめ事前に公開して、準備できるようにする予定です。それでは、今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。しめさば雑談コーナーです。デスチャ情報局6月6日18時からプレミア公開しますので、次の日曜ですね。よろしくお願いします。さて、今回のストーリーで犬とか猫とかが出てくるんですけど、犬派猫派とかありますけど、今、私、一人暮らしで、ペット飼えないんであれなんですけど、実家にいた時、ずっと犬飼ってたんですよね。で、その影響で結構犬の方が愛着があって、まあ、父親が犬好きで、もうずっと飼ってたんですけど、今までにね、シェパードを、っていう、警察犬で知られてる種類のやつを、2匹飼ってたことがありますね。今回のラッシーの契約者ってゴールデンレトリーバーなんですけど、まあ、大体同じぐらいの大きさかな。でかい大型犬に分類される犬で、でかい犬って結構世話がね、大変なんですよね。力もめちゃくちゃ強いし、なんでなんかそういう意味で今回のストーリーはちょっといろいろ感情移入しちゃいましたけど、まあその飼ってたシェパードはもうずいぶん前に死んじゃったんですけど、まあ実家ではまた小さい犬を飼ってるみたいですね。猫の方はどうなんですかね。猫派の方結構多いような気がするんですけど、今回の、猫から生まれる血統子の方は、
まあ、紳士の方々は、かなり、なんだろう、好きな感じじゃないかなって思うんですけど、まあ、私もめっちゃ好きなんですけど、ただね、メスガキって知ってますかね？概念。多分知ってる、列車やってる方は結構知ってるんじゃないかなと思うんですけど、パッと見メスガキかなって思ったら、まあ、違かったっていう感じのチャイルドになってるんで。まあ、でも全然、面白い、可愛い子なんで、ぜひ、ね、チェックしてみてください。あと、話変わるんですけど、列車情報局は、プレミア公開なんで、まあ、あらかじめ撮影した動画を配信するんですけども、候補生の皆さんと交流する機会もちょっと作れたらいいなと思ってて、夏とかになるかな？すごいラフな感じの生放送とかね、できたらいいなと思ってます。まだ全然何か決まってるとかじゃないんですけども、オフラインイベントとかが全然できなくなっちゃった分、オンラインで何かできないかなーって考えてるところです。3周年までがね、結構、やるにしても毎回、かっちり、しっかりスタジオを抑えてとかっていう感じだったんで、いきなりラフにやると、あれかなっていう感じで、びっくりされちゃうかなっていう感じで、まあ、先に言っておきますけど、はい。今回のデスチャ情報局も、まあ、前と比べると結構緩い感じになってるかもしれないので、まあ、それも一つ楽しみにしていただければと思います。はい。では、明日のアップデートをよろしくお願いします。